回紹介する単語は他、浮かぶっていう単語ですね。これはこれはどういった形で覚えていけるんですかね。やっぱね、お母の顔が目に浮かぶ。ああなるほど、いい頃ですね。なかなかしみじみとね、味わい深い。お母さんどんな顔してるんですか。お母さんか、お母さんもこんな感じですよ。え、もうお母さんもこんな感じで、代々こういう感じなんですよ。ええ、もうひたすらこういう顔なんですよね。ひげはひげ、ひげはね、お母さんはさすがに生えてないですよ。ああ、ね、別府先生のお母さんは、僕のお母さんはね、ご覧くれそんな感じで、ゴロつくってなんで、ゴロさん。はいはい、お母の顔が目に浮かぶ、こんな感じで覚えてください。